たび私のビジョンは現実となった。巨人は空を飛び襲いかかる。あいつはエスパフローネを竜の姿に変え、私たちを逃がすため一人飛び、巨人たちを引き連れて。ほらほら、もっと早く逃げないと追いついちゃうよ。奴らはバーンを殺しはしない。エスカフローネを動かせるのはファーネリア王だけだと聞いている。安心しな、必ず俺たちが助け出してやるよ。奴らに借りを返してやりてえしな。このままで気が収まらねえ。そういうことだ。ぶっ殺す。隊長、どうしますか。何人残っている。俺を入れて兵は7人。あの浮遊要塞相手では正面攻撃は辛いか。とりあえず奴らの居所をつかまねば。私、バーンがどこにいるかわかるかもしれない。確かに君は城への襲撃を言い当てた。しかしあれは偶然なんかじゃないんです。私感じるんです。子供の時から結構予感とかが当たる方だったけど、その自分でもよくわかんないんだけど、なんかその力がどんどん強くなってるんです。たとえそうだとしても、これは我ら騎士の務め。お願いします。討伐隊を向かわせる。もう奴らは国へ帰れない。僕たちがこんなところにこそこそ隠れている必要もなくなったのさ。油断は禁物だ。彼らの報告を待とう。相変わらず慎重だね。しかし、これで我らの未来も安泰というわけだ。さっさと中の侍を引きずり出して破壊してしまおう。それは許可できないな。どうして。これがなぜ我々の未来を脅かすのか。その原因を突き止めるまでは。
アーネリアの新たな王だ。ヒヤヒヤさせやがる。おい、あのお嬢ちゃん、本当にわかるのかい、お頭の過去が。静かにしろ。イル・パッツのカード。自分勝手な生活、常識を無視した行動、アレンさんのお父さんの性格がこのカードに現れています。その影がアレンさんの家族を覆い、崩壊、家族の離別。おい、当たってんのか。わかんねえよ、お頭は昔の話はしたがんねえからな。当たってるんだ。妹さんが行方不明になったのも、お母様が亡くなったのも、みんなお父様が。さあ、続けて。どうしよう、なんか怒ってるみたい。まずいこと言っちゃったかしら。でもアレンさんに私を信じてもらわないと。どうした、ひとみ。あ、はい。イル・ジュリッツォ、審判のカード。近い将来、アレンさんはお父様と再会を果たすかもしれない。でも過去にこだわるアレンさんは憎しみの心を、そしてこのカード。合格だ。さあ、見つけてくれ、バーンの居場所。はい。なぜファーネリアの歌を。俺のガイメルフまで案内してもらおうか。ザイバッハの兵がそのような脅しに屈すると思うか。お前はこの冬要塞から出られはしないよ。して生き延びるくらいなら。命を無駄にしてはいけないな。兄上。本当にあんなのでわかるのかね。まあ、人生なるようになる。久しぶりだな、バーン。10年ぶりか。俺は信じていたんだ。兄上は王位継承の儀式は逃げたんじゃない。竜と戦って死んだ。決して敵に背を向けることなく最後まで戦って死んだ。それなのに、なぜザイバッハにいる。どうしてファーネリアを焼き払った。答えろ、兄上。何がそんなにおかしいんだ。笑うな。バーンよ、私と共にザイバッハの皇帝ドルンカーク様のもとへ行こう。そして新しき未来を見定めるのだ。少し休もうか。いいえ、続けさせてください。何かあいつの手がかりがあれば。あるよ、ほら。
すればいい？あいつのことを心に思って。この船と同じような浮き岩のことだよ。そうか、あの浮遊要塞が隠れるにはもってこいの場所ってわけだ。一人、しっかり。こいつがザイバッハ帝国の未来を脅かすものね。ただの骨董品じゃないか。しかしフォルケンのやつ、どうやってこいつのからくりを操ったんだ。やがったぜ、浮遊要塞確認。よし、浮き岩を加熱、浮力を切って一気に要塞に突入する。浮力20に減少。よし、もう閉じろ。効果のようだな。あれ、助けに来たのか。時間がない、行くぞ。距離5メートル、6メートルはある。
クローネはこの先だ。ここは私に任せろ。分かった。俺たちを助けるつもりが、また俺の方を助けられてしまった。全ては彼女のおかげだ。そうか。すまなかった。交換にいっぱい。アストリアの都、パラスへ向かうぞ。エスカフロン。